以上がこたびの審判の顛末です。孔子様は有罪判決を下された後、そのままメロピダ要塞へと応送されました。休暇を過ごしていたはずなんだがな、これほどの面倒事を残しておいて羞恥心というものが全くないのか。そのまあいい、全く無意味なわけでもない。ある人物に会いに行こう。手配いたしましょうか。いや必要ない、私が直々に動く。水神フリーナ殿に会う必要がある。彼女こそフォンテーヌの中核を担う存在。しかし面白いことに、彼女は神というよりもスターに近い存在と言える。おや、おちびちゃん、こっちにおいで。わ、逃げた。私の目標はあくまで神の心の場所を特定すること。だがまさかフリーナ殿にこうも簡単に近づくことができるとは、あまりにあっけなさすぎて疑いたくなる。無防備であればあるほどそれは餌である可能性が高い。だが餌に手を出した人を責めることはできない。なぜなら餌は釣り針にかけられた瞬間、犠牲になる運命からもう逃れられないのだから。事実はまさに私が手を出す直前にしていた予想と同じ。水神は神の心を持っていない。それに加え彼女はどうにも神には見えない。その身には何らかの呪いの気配がある。君は誰？何をする気だ？殺さないで、お願いだから。この瞳に宿る恐怖は決して嘘ではない。餌ではないことがこれでほぼ確定した。彼女に手を下す意味はなくなったようだ。私は難なく現場から離れられた。誰も私を探さなかったし、ましてや私が水神フォカロルスを襲撃したと告発する者もいなかった。フリーナ殿はこの件を他人に伝える度胸すらなかったのではないだろうか。しばらくすると案の定スパイから情報が入った。フリーナ殿は邸宅に戻った後、声を抑えながらすすり泣いていたそうだ。彼女はとても怖がっており、一晩中眠ることもできず、ケーキさえも喉を通らなかったという。疑う余地もない。フリーナ殿は何か問題を抱えている。私はある一つの推測を立てた。もしかすると真の水神は彼女ではなく、最高審判官のヌビレット殿なのではないかと。私には神の心を見つける使命がある。もしその推測が正しければ、神の心はヌビレット殿のところにある可能性が高い。それか一般人では近づくことが許されない場所に隠されているか。お父様。ああ、子供たちか。メロピデ要塞から情報が届きました。孔子様が失踪したとのことです。またメロピデ要塞に潜伏していた者と買収していた監視との連絡が途絶えました。例のリオセスリというものがやったのだろう。おそらくそうだと思います。執行官一人の価値は往々にして高いものだ。それも想像以上にな。これでフォンテーヌ側には外交的な責任問題を突きつけられる。実にいい機会を得た。水神フリーナ殿と最高審判官ヌビレット殿に会おう。面会の手配を。それからリネ、リネット、フレミネ、君たち三人にはやってもらいたいことがある。はい。孔子タルタリアの失踪は計画外のものだったが突破口となる。こちらの正当性を訴えた後、私は計画を進めるための布石として譲歩しよう。
そしてフリーナ殿とヌビレット殿に探りを入れる。流れは完全にハウス・オブ・ハースにある。メロピデ要塞の調査に私が行こうとするのはただのブラフ。本当に情報を集めるのはリネたちだ。